ファイティアチャンネル始まるよ。絶対美味しいやつやん。ビービース。ピザ焼けるの。他に焼く方法ないかな。え、あれ使えない。まそう思ってしまうよな、一瞬なんか、めちゃくちゃ遠くに来た気持ちになるすっごーパナソニック、ラブダッシュCM 待ってますタモさん、何しろさっきからこんなところに来たってどうも、タモです。ゆいです。初めてのユーチューバーとのゴリキャン初めてのサシキャン。サシキャン、サシ飲みみたいな。よろしくお願いします。やりましょう、やりましょう、やりましょう、やっちゃいましょう。チャットね、撮影して。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、ふわふわや。やめて、イライラ、イライラね。じゃれやってるやん。そうそう、じゃれやってるやん。あ、めちゃくちゃ。まさかこんなに。え、もう何年、4、5年ぐらいキャンプしてるけど、雪中初めてじゃない？初めてやね。ちょっと初め、うわ雪降ってる、うわーって、もう10分後にやもん、このだるずっと降ってるもんだって、雪がもうずっと降ってる。すごい、でもいいな、こっから見る景色はほんまに。なんかめっちゃ雪景色、うん、じゃあ、今回は函館山、函館、うん、キャンプ場、キャンプ場、琵琶湖のね、函館山のスキー場に行く、もうほんまゴンドラの近く、ほら上がるゴンドラの近くにある。そら雪降るわな。キャンプ場に来ましたよ。初めてのユーチューバーお友達、ハモキャンプさんとね。ね、キャンプ友達、サシキャンプっすよ。いや、楽しいキャンプになりそうですな。それではどうぞ。
ゲストで焼き芋作る方法教えてくるわ。真心農家坂井原農園で、浜さんの芋は鴨さんの芋はもう極上の百貨店とかで売ってそうね。そうそうそう、百貨店で買うたブルジョワサツマイモです。ブルジョワサツマイモとりあえず色が綺麗なサツマイモ。色が綺麗なやつ。いや、焦げてもいいように太いやつ。あー大丈夫、焦げへんから知らんけど。本当なんでしょうね。わからへんけどな。まずね、キッチンペーパーを濡らします。はい、はい。承知の助。承知の助。古ない。何歳だから。そんなんやから、あれか、ちょっと年老いて見られる。そんなこと言われたことないのに。2枚でよろしいですか。2枚でいいと思う。あの、多分これめっちゃ高級キッチンペーパーやから。また。めちゃめちゃ高級志向にされた。全然そんなことない。そう、はい、濡らして。どのぐらいですか。もうびっちゃびちゃぐらい。びっちゃびちゃぐらい。失礼します。もうな、あの、これやりすぎぐらいがいいと思うんや。なんか濡らし方下手かも。いや、もうええねん、なんでも。ちょっと多い水やろ。その水、その音、パパさん多分イラッとしてる。俺もしてる。俺もしてる。編集の時に消そう。ここは、そう、上からアルミやから、ある程度こう楽しみだな、最近は楽しみや。あー、いいやいいや、ローリング。そう、ローリングがいいと思うわ。あ、いい技を。いけた、3枚でいけた。おお、開いてる。もうあとはね、アルミホイルで包むだけやから。はいはい。20ぐらいにしとったら、うん、密閉感が出ていいかもしれないな。やったおか。やってんね。やってんね。あ、かわいい。なんかこういうの売ってるんやって。焼き芋も。お、黒ホイル。焼き芋。石焼き芋も。も。も。石焼き芋黒ホイル。いや、石焼き芋。ここにも書いてる、石焼き芋も。めっちゃもういるやん。そう、お芋の横にありました。はい、プラントで。
ほら今ここの一番近い、スーパー、近くない？あった？見てない。めっちゃでっかいスーパー。あったかも。あった？うん、あ、もう早から開いてんねんな。じゃあでかくて詰まらへんの。長いよね。こっちにさ、横にさ、あ、うん、確かに。うん、いいと思う。そこ一重や、うまい。いや、大丈夫やと思うよ、この石焼き芋の黒ホイルやから。信頼してるやん。勝とうとしてる。美味しさだけは。それ一個これで包んでください。あ、ありがとう。逆に、いや、逆に、はい、これ違うんかどうか、この石焼き芋の黒ホイルが威力があるんか。すごいなぁ、これどういうことやろう。何がね、どういう原理で、うん、炭が練り込まれてんのかな。すごいじゃん、うん、すごいじゃん。けど巻く方向もその銀のやつと、あ、そうか、銀が内側でって書いてましたよ。合ってる。はい、じゃあほんまなんか吸収するんかね。熱をね、ね、黒やから。そうそう、あ、ほんまや、ね、そういうことかもしれん。全部じゃない。いきまーす。いけー。いけー。素手でいくの？あれハサミ使えへんの？ハサミ使う方がめんどくさいで。怖い。怖い。なんか熱い。そこで男気見せんの？ちゃうんですよ。めんどくさがりでね。あ、わかるけどな。わかるで。え、この上乗っけていいですか？そうでしょ、そういうことが。そう、確かに面倒くさがってナタで指切るっていうな。そういう時もありますよね。そう、オッケー。すごい。しばらったのどこやったん？忘れた。まず反省かどうかはちょっと開けてみるわよ。開けてちょっとグッて してみてください。柔らかい？まだかな、うん、もうちょい。硬いです。じゃあ裏返してもろて。ひっくり返せてるわ。力で。まだ硬いんですけどね。あ、ほんま。ほんならもまだいっとこ。行っとこ行っとこ行っとこ。高級ギアを壊そうな。わかるわかる。でもあ、いい匂いしてるわ。でもしてます。うん、焼き芋の。じゃあどう。よいしょ。そっち。どんな選択肢やん、どこでもいい。いいんじゃないの、これ。そうや、メリー。ここ。どうだい。どうだい。めっちゃ酔ってるやん。かわいい。いけ。あ、どう？痛そうな感じするけどな。下手くそやのけんの。死ぬほど。15分ぐらいかな、やっぱり。どう？お、いいんちゃう？けど、少ない。あ、いいやん、いいやん。濡れていいやろ。濡れていい。入り口は。めっちゃ汚いけどいいん。いいよ。あ、ほんまや。手袋が汚れちゃう。もういいってやつ。お、お、いいんちゃう？いいかもしれない。そっち行くよ。あ、お、ズル向け。ハゲ、おお、綺麗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 、蜜が。めいちゃん、食べたい食べたい。いいじゃん。うわ、できてるできてる。熱い熱い熱い。あ、できてるできてる。すげえ。イエーイ。
これ絶対美味しいやつやん。食べて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 いいの、ちっちゃいやつやね。熱い、うん、うまっ、うまい、成功、大成功。そんな結構師匠が作ったやつだから、ね、師匠のやからや。間違いないわ。焦げるわけがない。弟子が作ったやつを出しても、食べましょうか、ね、うん、食べたい、大興奮、大興奮、ダメだ、大興奮。あおギリギリあかんで、めもう焼き芋の匂いにメリちゃんも大興奮。イエーイ、うい。パパさんの大好きな焼き芋できたよ。俺が一回でも芋好き言うたことない。違ったみたい。見たことない。はい。乾杯。どんな。うわ。うん、うん、うん。まず焦げてないのはすごい。うん、皮が。そう。そんなにしないんだって。ずっと入れてるイメージあって、うちらの中に。うん、なあ、芋ずっと入れてたら、うん、自然とできてるイメージ。あー、勘違いしてました。隅になるで。ハチミツバターとか絶対美味しい。うまい、うまい。これ熱いか。うめえ。お返事がない。食べていいですか、うん、どうぞ、はい、はい、じゃあピーピ ー, ピーよし。冷たい、よう冷えとる。雪の think about me like I think。 これはタイ料理ですか、いけるのかな。When you look at how she faces as I do you get caught by your own thoughts like I do。ほんまや、信じられへんかな。もう誰も信じてるし。パパさん、トマトあんまりやったな。あ、じゃあちょうどよかった。そうだ、ほんまに。クリス、ワイン開けば。ちゃんと止まってないと思います。 Then my heart just can't ignore that I've never felt before。 And if you go I wanna go there with you。 いただきます。あれ、私があんまり staring at the shadows on the wall wondering if you think about escaping or do you like the way the sun is dancing in the fall maybe you might be fine。寝すぎた。もうコーヒー入れたで。コーヒー飲もう。鼻がめっちゃ詰まってんだよ。花粉症かな。そうじゃ。病院行こう。鼻もう取ってまえよ。今日
すごいな、めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗ね。びっくりしてんけど。いや、もう朝日とかバリ綺麗かったのに。やばかったよな、朝日。見てへんやないか。いや、出てた。すごいわ、あっち側とかめっちゃ綺麗。どう？これやばいやん。真っ白やんか。ここは北海道ですか？そう思ってしまうな、一瞬。なんか、めちゃくちゃ遠くに来た気持ちになるわ。すっごい。あー、地元の人やな。こんにちは。おはようございます。どこのもや。危ない。どこのもや。やばい。やばい、やばい。子供や、子供がおる。出ていけ、出ていけ。冷てやばい、取っただもんか。受け入れられてない様子やわ。地元の人もちょっと怒ってるから。コーヒー飲んで帰ろうよ。ちょっとおとなしくな、コーヒー飲もう。はい、パ。おしゃれなお皿。いいやろ。なんていうお皿ですか、これ。これ、チョップレート。チョップレート？チョップレート。ああ、あの、噂の。そう。何だっけ、まな板にもなるし、お皿にもなりますよってやつ。そう、切ってそのままお皿で使えるみたいな。優れもんやないか。そう、まな板も欲しかったし、キャンプ用のお皿も欲しかったから、これ1枚で両方かなったんや。夢のような商品です。素晴らしい。サイズが迷うよな。 SML みたいな。そう、大中小。これ中。あえて中にしたんや。そう、一番使い勝手いいから。3枚ある中の真ん中のサイズを選んだわけね。そう、真ん中も買った。真ん中のサイズも買った。真ん中もってどういうこと？小さいのも買った。あ、小さいのと真ん中のやつ買った。小さいのと真ん中のやつも買った。小さいやつも真ん中もってどういうこと？一番大きいのも買った。3枚買った。バカじゃねえ。じゃあね、3枚いらんしょ。だってそんな、あの揺らぎのやり方がな、私をにかわそうとすんねん。それは当然やろ。展示が3枚重ねて置いとったわけよ、うん、それがめっちゃ可愛かったん、大中小がね、うんうん、ほんでうわ可愛いな思って、ほんでとりあえずまあ中があればえかな思ってんけど、うん、こうコーヒー飲んで、揺らぎってコーヒー飲めるやん、うん、コーヒー飲んでそっから眺めてるうちに3枚並べたいなっていう欲がもうもう全部ちょうだい言ってた。気がついたら言ってた。言ってた。やってんね、やってんねやね。ほんで台が多分あれ最後の1枚やった、うん、だからうわ最後の1枚やったら台も買っとくわ。気がついたら3枚買ってた。気がついたらペイペイってし、ペイペイって言うた、ペイペイって言うてたもん、あーって。すごい、初めての白銀のキャンプ。しかもチョコまみれうまいな。あ、美味しい。ただ焼いただけの。よかったよ。うん、私は朝からチョコ食べるの無理やねん。いつでもチョコ食べれる。うん、だからアンパン焼いて食べたけど、アンパン美味しかった。一緒やで。え、アンパンもチョコも一緒やで。一緒ちゃうやろ、豆やもんだって。あんこはこのカカオ豆でしょ。ほんまや。どうでした、雪中キャンプ。もう最高やな、これ癖になるで。なるな、うん、びっくりした。初めはな、うん、こう移動してきてさ、うん、雪がなこう出だしたんや。うわ雪降ってんねえ。絶対天気悪かったやんか、うん、でもちょっと若干こう雪でさ、うわーってなって下やついてやろうとしたんや。うわーってなって、靴下靴下ももうちょっと旬できたし。私もブーツの底取れた時点でもう
あれかな。でもやっぱこうやって晴れたら、うん、やばいな、めっちゃ綺麗。晴れたらやばいなこれ、めっちゃ綺麗、ほんま。来年もやりましょう、やりましょうよ函館山、うん、いいっすね、雪の中で食べるチョコマルネのパンも、コーヒーも美味しいしわあ、分身に見えるわもう帽子の色と 上着の色が一緒やね、そっくりや田本さん何しろ、さっきからこんなとこに突っ立って、あ、ほんとだ、いやー、昨日は楽しかったな、浜田。いやー、楽しみましたね。朝になったらこうなってました。凍ってもとるやないか。飲みすぎやろ、さすがにそれは。飲みすぎや。やりすぎやわ。ちょっと、雪解けたら買います。初めての、ハモキャンプさんとのサシキャンプ、サシグルキャンですね、サシグルキャン。どうでした、ハモさん。ハモさんどうでした。いや楽しかったですね。いやでもあれやね、もうあれちゃう、帰りたいんちゃう。いやー、で今日私はもう思い出にずっと浸りたいんでここにいますわ。溶けるまで、はい、次のキャンプまで待ってますよ。待っててくれる、ちゃんとこの状態で待っててくれる、帰ってきてな。帰ってこないときっとおるで。いやーなー、ほんまゆいちゃん大丈夫、一人で運転して、今日は一人で帰らせてもろってまた迎えに来るわ。ここら辺にあのな、オラフみたいに雪雲もここはおったらええけど、ちょっともうこれから厳しいんちゃうかな、うん、このまま維持する。季節的に、うん、まあ、気がついたら家にの前におるかもしれない。怖い怖い、この状態で、この状態で。ほら、すごいすごい力やで。じゃあ、いや楽しかったですね、ハモさん、ありがとうございました。本当にお前ありがとうね。ありがとうございました。今姿になって申し訳ないです。ちょっとあれちゃう、飲みすぎたんちゃうか。なあ。ということで、はい、パパさん、はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、ハモキャンプとパイテオチャンネルです。はい、皆さんチャンネル登録お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイ、セイユー。出てこんでいい。